これ野獣はなんか呪いをかけられてるとかそういう感じなの？かわいそうに。きっと元はイケメンやったりとかするんやろうな。でも、お姫様は、なんか顔じゃなく、心で好きになるみたいな。私、勝手に今、想像で語ってます。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速、今峰館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、今峰館へようこそ、お越しくださいました。はい、今回は、ディズニーハウスのある、つつじ村に行ってみたいと思います。なんかね、家全体、一つ一つの部屋が、ディズニーを表した、ディズニーの作品を表した部屋になってるらしいので、楽しみにして行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら？でしたら500ベルでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取りするために、インターネットにおつなぎしますわね。ということで、つつじ村に出発。はい、つつじ村に到着。お、いい感じに紅葉が。夢の世界へようこそ。あなたは今、つつじという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のつつじの世界をご堪能遊ばせ。お着替えは2種類。こっちは、まあ、ズボン。こっちはポンチョ。ポンチョで行こう、私。ってことで、この3つプラス、これで行こうかな。はい、お着替えします。あ、いいね、いいね。じゃーん！こんな感じで。いいね。なんかこの秋の夕暮れ。こう、なんか服装もオレンジ系統で、いい感じ。はい、それじゃあちょっと1軒目の家に向かっていきましょうかね。なにこれ？あ、なんか、あれか、下水？下水？あの、水が流れよるわけやね。お、この子誰やっけ？チーフやっけ？どうも、合ってた。見かけねえ顔だな。よその村から遊びに来たのかい？あ、これってあれだな。夢の中ってやつだろ。ま、とにかくよく来たな。歓迎するぜ。しめしめ。なんか、大丈夫。私取って食われない？あ、これ足元は何やろ？落ち葉かな？なんかいいね。なんか、なんとなくいいね。どうも。僕のハニーはどこだい？え、女の子じゃないの君。男の子なの？それとも僕っ子かなんかかな？そういう感じかしら。はい、それじゃあお邪魔します。あ、ミッキー？やったね、今、格好が。ミキちゃん、ミキって書いとったけど、あれ、女の子の格好じゃない。思いっきりミッキーだったね。なるほど、そういうことか。ここだ、ディズニーハウス。いいね、いいね。ここはちなみに、あれだ、ラプンツェル。ラプンツェルの塔の中らしいです。私、ラプンツェルはね、見たことないんよね、正直。見たことなくって、今度見てみたいなとも思ってるんだけども、最近ね、やたらとこう、ジブリとかディズニーをめっちゃ見漁っていきよって、いや、超楽しいよ。ほんとすごい楽しくって。この機会にね、見たことなかったものをいっぱい見ていきたいなって思うよね。これラプンツェルの服ってことやろ、ドレス。かわいい。いいね、いいね。こうちゃんと表現、いろいろとされているらしく。なんか、これここの部分が、そのラプンツェルの話の中に出てくる、ランタンの絵を表してるらしいです。逆にこう、ね、今こうやって実況しよって、後から、その、何？作品を見て、これがってなる可能性があるなんですよ。で、そういうの楽しいよね。いいね、いいね。ほい、そして、多分見たことある人にとってはめっちゃ、おーすげーってなるんやと思う。はい、左側の部屋へ。お、左側は、美女と野獣だ。美女と野獣も、私は、
キャラクターの名前がベルっていうことはわかるんだけど、ディズニープリンセスの一人ベルがわかるんやけどさ、いまいちちょっと話がよくわからなくって、私昔、小学生の時かな、なんかすごい好きな小説があって、それが超美女と野獣っていう、ちょ、チャラい感じやけど、題名が。で、まあそれも、こうね、お姫様と、まあちょっと野獣というか、まあちょ、イケメンの野獣やなんやけど、の話やけん、まあなんかそういう感じなんかなっていう、ふうに見てはいる。まあ、ここが、美女と野獣のお部屋。素晴らしき。これ最終的に二人は、まあ、くっつくんよね。まあそれハッピーエンドなんだろうなっていうのは思うんだけど。これ野獣はなんか呪いをかけられてるとかそういう感じなの？かわいそうに。きっと元はイケメンやったりとかするんやろうな。でも、お姫様はなんか顔じゃなく、心で好きになるみたいな。私勝手に今想像で語ってます。はい、そして奥のお部屋。あ、これはもう白雪姫だね。白雪姫だね。私幼稚園の時にさ、ハイホー？ハイホーやっけ？なんかあの歌がすごい好きで、あれ白雪姫の歌なんよね。なんか幼稚園で習ったんよ。ハイホー。で、習って歌いよったんやけど、私、白雪姫っていうことを知らなくって、知らんまんま、普通に歌が好きで歌いよったけんさ、ってなった後から知って。あれはね、なんかこの、小人たちが歌いよるんよね。そして私は、白雪姫、王子様のキスを待ってます。王子様からのキスを待っています。いいね、なんか、すごい絵になるよね。ほい、そして、はい、右側ない。え、ないよね。ある？あった！見えなかった壁が。はい、右側は、トイストーリー！トイストーリーだよ。今度、あれよね。今年？来年？今年かな？なんか、トイストーリー4が、ま、日本でも、上映されるということで、まあ、楽しみにしとる人も結構おるんじゃないかなと思うけれど。見てこれ、ちゃんと服が、ウッディとバズ。私正直、一応ね、トイストーリー3まで見とんやけど、最後の方記憶が曖昧な感じでして、逆に初期、1とかの方が結構話を覚えたよね。いいね。これもしかしてあれかな？リトルグリーンメンかな？そういうこと？こう表現しとるんかな？緑やし。え、すごい。いいやん。いいやん、めっちゃ。よきよきだね。まあ、また、声優さんはもちろんね、変わらない。唐沢俊明さんと所ジョージさんということで。今更声が変わられてもっていう感じもするけど、そのうちありそうやもんね。作品の人気がすごかったら、中の人はちょっと年齢的に追いつかなくなることもあるから、仕方がないんだけれど悲しい。はい、そして2階は、アナと雪の女王。アナと雪の女王めっちゃヒットしたよね。もうあれ、え、いつやっけ？ 2011 年とかやった？なんかすごい前やってさ、めっちゃびっくりしたんよね。え、もうそれそんなに昔ですか？みたいな。え、めっちゃヒットしてさ、歌がね、レッドイットゴー。この服もすごい。この服もすごいよ。エルサの服よね。はい、そして、なんか一時期音楽番組とかで、めっちゃ歌われよった気がする。あ、メイジェイとかも歌いよったんかな、確か。はい、そして、チカ。しか、これは何？これはどこの部屋だい？ん？ちょっとわからないぞ、私には。え？これな、灯籠流しとかじゃないよね？灯籠流し、これは、誰の服？
なんか服は見たことあるような気がする。オーロラ姫？あ、なんかピンクの服着とる。こっち側の人は？ジャージ。いや、でも多分王子様か何かなんじゃないかなと思う。海。なんやろ、何の光を再現してんやろ、周りのアロマポットは。ほい。さあ、そして、さっきの部屋誰かわかる人がいたら、ぜひ教えてくださいまし。オーロラ姫かなって思ったんやけど、違うんかな。ただ、私はオーロラ姫が出てくる、ディズニーの、物語を知らないの。はい、それじゃ、これ2軒目ね。お、ここは、プーさん。プーさんを表現してる家。家というか部屋らしいです。私、つい最近ね、プーさんの映画のを見たところなんよね。あ、ってことは、これはピグレットとティガーということだね。あ、びっくりした。めっちゃびっくりした。これピグレット。これティガー。いいね、いいね。あ、これ、あれや、家の、この部屋の壁とかも、多分あれやろ。蜂の巣を表現してるってことよね。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。このクマがプーさんかな。このクマがプーさんで、で、この子がクリストファー・ロビン。よき。なんやった？プーさんと、大人になったクリストファー・ロビンの、あの映画のやつを見てよ、つい最近。なんかめっちゃ良かった。面白かった。すげーって思った。はい、そしてこっちが、ここが、リロ&スティッチの部屋。私、なんかね、私こういうの見よって思うんやけど、ディズニー見たことないのめっちゃ多いな。私、スティッチも見たことないもん。これがスティッチってことよね、多分。私ね、母親がめっちゃスティッチ大好きで、ぬいぐるみが家に大量にあるんよね。母親の部屋、スティッチだらけなんやけど。え、何、女子高生かっていう感じのね。え、若い趣味いいと思う。で、この子が、ま、リロ&スティッチに出てくる女の子。名前ちょっとわからないんだけど。南国の女の子だね。スティッチは何なの？宇宙人なの？動物ではないよね。まあ、生きとるものといえばあれやけど。動くものという意味での動物ではあるんだろうけど。はい、そして奥の部屋へ。お、そしてここが不思議の国のアリス。アリスのワンピース。そして、まあ、お茶会ね。うさぎや。白うさぎさんが。遅刻お茶会に遅れちゃう。で、まあちょっと時計を見ながらせっせっせっせと走って、そしてそれを追いかけていったアリスがお茶会に遭遇するわけですね。なんかね、旅行行った時にチェシャ猫のすごい可愛いボールペンを見かけた。買ってないんやけどね。はい、そして右側の部屋へ。右側、ここは、あ、ここは、ベイマックスを表現した部屋です。ベイマックスも気になるって思いながら見てないな。ね、ベイマックス何？ロボットか何かなの？なんかね、これが、そのベイマックスの充電器を表してるらしいよね、これ。充電器ってどういうこと？ベイマックスはロボットなの。で、それをなんか、充電するということなの。なんか、ベイマックスと、で、これが、ヒロ。主人公なんかな。主人公はベイマックスか。まあ、その男の子らしいんやけど、じゃ、子守ロボットみたいな、そういう感じ？子守されるほどの年齢なんかちょっとよくわからんけど。まあ、を表現しているらしいです。なんか巨大な雪だるまみたいなキャラクターよねっていう印象。はい、そして、なんかこんだけいろんな作品再現できるってすごいね。やばいね。はい、2階へ。
はい、2階は、アラジン。アラジンはね、めっちゃ小さい頃に見たことある。ちなみにこれがジーニーらしいです。あ、確かに魔法のランプある。魔法のランプあるわ。で、これがランプから出てきたジーニーです。いいな。クマ何にでも使える。素晴らしいやん。めっちゃ素晴らしい。で、アラジンね。ってことはこれがジャスミンってことかな？なるほど。多分魔法の絨毯に乗ってこう、ジャスミンを連れ去りに来たわけだね。小さい頃いろいろ見てないけどな。記憶力がここまで持たんねよね。はい、そして地下へ。はい、地下は、リトルマーメイド。お、びっくりした。この階はちゃんと開くやつ。あ、開かない。開かない。でも絵じゃないんよね。ちゃんと、浜辺に落ちてるやつ、これ。はい、そして、アリエル。あの奥のカニはあれかな。セバスチャンを表現してる感じかな。いいね、いいね。リトルマーメイド。この、マイレザー。この服たちは全部自分で作ったんかな？すごいな。ね。ポチポチと。はい、それじゃあ。じゃあ私は今ここに出てきた作品たちを、時間をかけてすべて見に、お、これミニーちゃんじゃない？ミニー。私のダーリンどこかしら？あっちにいたよ。あ、ってことは、この、まあ、これキャラクター自体は女の子やったけど、ミキちゃんとミニちゃん、この二人の家が、まあ、ディズニーハウスっていうことなんやね。すげえ、ほら見て見て見て、ミッキーの服。ね、私さっきね、家に入る直前に気づいたの。ミキちゃんなのに何がハニーだって思ってたけど、おーって思った。すごいよね。はい、そして三軒目。おっとおっと、おみかっちどうも。はい、三軒目。萌えさん、萌えさん、村長さんやね。切り株はフォトスポットやで。切り株。切り株を見つけたら、座れということですね。オッケー。了解です。お邪魔しまーす。はい、今、ディズニーハウス。ディズニーハウスね、私一軒だけやと思った時にちょっとびっくりした。二軒あった。はい、三軒目は村長さんの家。村長さんの家は、ハムスケ愛がちょっとね、素晴らしい。ハムスケ大好きなんやな。ほらほらほら、写真も飾られてあるよ。しかし、タンスを開けただけだった。やっぱいいよね、みんなこうやって好きなキャラクター、推しのキャラクターをグッズにしているのね。素晴らしきじゃないか。あ、そしてほら見て。飾ってある CD ジャケットまで。ハムスケメインのやつなんだけど。あれ何やった？友達やっけ？散歩？なんかそんな感じ。多分。こっちの部屋はなんか白と黄色を基調とした爽やかな感じの部屋やね。なんか、レモンを彷彿とさせる。ハムスケとレモンってもうなんかもはやね。もう思い浮かぶ方はいっぱいいると思うけれど。え、なんかいいなぁ。白と黄色の組み合わせめっちゃ爽やかやね。超いい感じ。あ、バナナや、バナナ。めっちゃバナナ。これは前デザってこと？リメイクでバナナとかなかったよね。あったら多分しとったと思うけど、普通にオレンジか、梨しかなかった気がする。いいね、いいね。これは何なんやろ？花？花かな？なんかガーベラみたいな感じ？かわいい。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥はお風呂。おしゃれだね。なんか、小さいんやけど、なんかギュってなんか、おしゃれが凝縮しとる感じ。あ、これ、お着替えですか？またタンスを開けてしまった。ここでお風呂に入って出たら、まあ、ここでね、香水だとか、化粧水だとか、乳液だとか、いろいろつけて、保湿をきちんとしなければ。はい、そして、右側の部屋。
こっちから行けるかな。はい、右側の部屋へ。お、こっちはなんかあったかい感じの部屋。なんかすごい、色でまとめられとるね。これなんか同系色の色でまとめとって、なんか向こう、左側の部屋はすごい、白と黄色で爽やか、さっぱりっていう感じの部屋やったけど、右側のこっちの部屋はすごいあったかい感じがする。色味的に。でもなんか、本当に同じ色だけっていうわけじゃなくって、なんか赤とオレンジと茶色と、っていう同じような同系色の色でまとめられてるけん、なんか黒くないし、なんか超オシャレに見える。ね、いいね。すごいな。今までなんかシリーズものの家具で揃えてる部屋とか、そういうのはいろいろあったけど、なんか、すごい。ごめん、語彙力がちょっと行方不明。もともとないんやけど。すごいな。綺麗。こんなにまとまるもんなんやね。素晴らしすぎる。はい、そして、2階へ。はい、2階は、あ、ここでご飯作って食べる感じかな？ん？右側にもキッチンあったね。簡易的なものなんかな？ここはなんか仕事とか、そういうのもする感じ。あ！この椅子好き。こういう椅子いい。ボタンみたいな感じ。なんか犬がテレビの前占領してるんですけど。何見てるの？テレビが大好きなんかな？うちの猫とかもなんかたまにめっちゃじーっとテレビ見よったりとかするけど。あれってなんなんやろ？なんか考えよんかな？何も思ってないんかな？はい、そして地下へ。あ、地下はなんか急にすごい女の子らしい感じ。なんか女の子らしいんやけど、なんかこう、甘すぎん。なんか、大人女子って感じ。すっごい甘いわけじゃないんやけど、でもめっちゃ可愛い。すごい可愛いんやけど、やばい、好き。突然の告白。いい、私この部屋に住むよ。めっちゃ好きなんだけど。やばいやばいやばい。なんかね、なんか何？もう、女子って感じの甘々な感じの部屋も見よって結構いいなって思いよってんやけど、いい。これリアルに住みたい感じの部屋。超好き。なんか、可愛いとクールがミックスした感じ？いいんだけど。何このセンス。ちょっとわかる？わかる？ちょっと。めっちゃ好きなんだけど、ちょっと。もう好きしか言ってない。もうそれぐらい好きなんだけど。いいな、いいな、いいな、いいな。そんな部屋をください、私に。リアルな私に。はい、それじゃあ、このクローバーも前出坂。へぇー。すごいな。あ、待って、こっち端っこ、行き止まりだね。また橋渡ったところに、また最後の1軒、4軒目の家が。はい、ここだ。4軒目。あ、切り株、これかな？多分何個かあると思うけど、映えだね、映え。この灯台が入りつつの。住人さんは中かしら？お邪魔します。あ、カフェ？ここは。おしゃれ。どうも。やっほ。花さん。いいね、いいね。このちょっと波の音が聞こえてくる感じ。多分カフェ、ね、位置とかもすごい計算しとるんやろうなって思うしね。波の音が聞こえてくるカフェ、めっちゃいいやん。そしてこの白を基調とした感じ。清潔感。そしてちょっと緑があるのも、癒し要素で良き。この人は店員さんってことかな、花さん。あれはコーヒーの豆かな？床に置かれてあるやつ。はい、それじゃあ2階へ。2階。2階は、ここはなんか、
アロマとかを楽しむところ、ちょっとした休憩スペースみたいな感じかな。ここお店の人の休憩スペース？それともなんかちょっと、VIP 待遇をしてくれる場所みたいな。そういうことではないかな。ここで、ま、紅茶を楽しみながら、本を読むと、優雅なひとときを過ごせる。植物に囲まれつつ。はい、そして地下へ。お、地下は、もうなんか寝るために入る感じかな。あれやね、間接照明なんかな？あれも間接照明っていうかな。周りなんかめっちゃ、ライトアップされてるけど。でも直接的に電気がつい、こうなんか部屋の電気っていうわけじゃなく、電球で過ごしようか、この人。電球、なんて言えばいいんやろ。こういうイルミネーションみたいなやつで過ごしようかな。ここは多分、寝に入るだけなんかな。でも漫画とかもいろいろ置いとるね。まあ一応実質ということで、まあ、音楽聴きつつ、ここで、まあ、アロマも焚いて、まどろむという、そういう感じかな。はい、それじゃあ。いや、もうなんか、ディズニーハウスがね。ディズニーの再現、すべてディズニーの再現の部屋だけを集めたディズニーハウスはめちゃくちゃ素晴らしかった。え、めっちゃすごかった。作品を知らなくても、とりあえずなんか、世界観がすごい綺麗。やし、と私があの興奮したね。可愛いとクールのミックス、あの部屋。本当に、あの部屋本当に好きです。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あの、私が一部屋だけわからんかったあの部屋が何のディズニー作品なんかわかった人はぜひ書いてくださいまし。